なんか慣れてきてる今なら全然大丈夫だし、あともちろん坂道じゃないから全然大丈夫なんだけど、当初は本当にきつかったねいろんな意味で。サイドバックつけていこうかな。で、ずらして。もうね、中古だからやっぱすごいことになってるよね一応乗るペースは月に 1,2 回都内から、関東近郊に行くっていうツーリングを月に 1,2 回やってるって感じですね。だからすごい頻繁に乗る人じゃないんですけど、それでも結構、まあ、メリット、なんだろう、総評すると早いか、総評は早いね。いやでもすごいいいバイクですよ。2007年式のやつで1年間乗って傷はいっぱいつけたねでも全体のこういう感じは基本的にはそこまで、エンジン周りとかもすごい1年間乗れたんだって今思うぐらいのあれなんですけど。でやっぱこういう動画見る人って興味持ってたりとか買いたいっていう人だと思うんですけど、ぶっちゃけ言うと、まあ買って損ないよねって感じ損はないんだけど、買う前にちょっと考えとけばよかったなっていうのは結構たくさんあるかもしれない車体になっちゃうかも。で1個はこの大きさだよね自分の家の駐輪場がだいたいこのぐらいこのぐらい、これにほんとギリギリ、いつも多分動画見てる人がいるんですけど、結構ギリギリ、ちょっとお隣さんにご迷惑かけてるぐらいのあれになっちゃうんですけど、ぐらい大きいのと、あと重い、ただ立ちこけのリスクだけちょっと、いや、あれですよ、男性の方は大丈夫かもしれないですけど、私みたいな体重だけあってちょっと身長低くて力ないやつからしたら、もしかしたら慣れないといけないのかなっていうのが正直ある車体になっちゃうんですよね。ちなみに1年間乗って立ちこけしたの多分3回かな、3回だけど、その1回1回がやっぱり歯重いからだからね、ちょっと今年はお金貯まったら、ちょっとお金ないけどお金貯まったらちょっと傷とかをね直してあげたいんですよね。ちなみにここは綺麗っちゃ綺麗なんだけど、あ、埃かぶってるの、すいません。ディスク、ブレーキディスクはちょっと交換しなきゃいけないって言われたんで交換するんですけど、この間やったイズスカイラインの時にやったやつこれなんですよね。クソダセダサー、わかります、テールランプが折れましたあ、クソダサい、やこれはちょっと何とも言えないあれがある。私はもうソロ2がいいんじゃないかって思うぐらいの出来事だったから、何とも言えない無理にね撮影しようとしない方がいいってことですね、調子によって。いろいろありました。あとこれ、これ買う人でタンクバッグ使う人ちょっと気をつけた方がいいんですけど、結構やっぱタンク、このね、ちょっとやばいなこれ、魅力あるこのタンクの大きい感じなん、これ、まあ、これがいい
ね、インクラの醍醐味じゃ醍醐味じゃないですか。見てください、これ見える？これ別にあの白くペンキ塗ったわけじゃないですよ、これ普通に塗装剥がれちゃって。あとここね、あ、待った、これ洗車前だから許してください、ちょっとこれ何これって感じ。これタンクバッグなんですよね、全部タンクバッグでここまでなるっていうふうに思うじゃないですか。私の場合になったんですよね。で、自分の家がちょっとその砂ぼこりが多いところで、一応こういうね、あのバイクのカバーかけてたけど、気づかぬうちにか砂ぼこりすごくて、それを私が知らず知らずタンクバッグつけてしまったがために、栃木行った時かな、栃木行った時に帰ってきて外したらもうこんなありさまになってたっていうね。いや恐ろしか何これって感じですよね、本当に。なんかお金貯めてね、こことかここは直してあげたいなって思うんだよね。かわいそう、自分でしたんだから本当申し訳ない。ちょっとバイクのためにちょっとお金を貯めたいと思います。カスタムは全然してなくて、唯一カスタムって言ったらあれかわかんないけど、一応エンジン、なんだっけ、エンジンカバー前ちっちゃいのがついてたんですけど、ここまでぐらいしかなくて、ちょっと倒しちゃった時にこのペダルが要はエンジンカバーによって守られないから、グッて奥に行っちゃって、倒したらこれがそのエンジンカバーとかに干渉するようになって走行できないっていうことになっちゃったんですよ。一回箱に行った時に、あれよく運転できたなと思ったけど、なんで自分で取り付けましたで、あと ETC か、 ETC は二輪間でやってもらって、こういう感じで、ここにつけるってなったらコードがどこに行ったかってなると、この奥、この奥なんですよね。こっちか、この奥に配線があって、だから穴開けていいですかって言われたから、いいですよって言って穴開けてやってもらいました。 掃除したいな。でもちょっとこれがあると掃除しづらいんだよな。ちょっと来月に直したいけど、ちなみにこのバッグめっちゃ重いこれだけでもなかなか、中はね真っ黒になっちゃうから結構入れるものを考えないといけないっていうか、ビニール袋必須って感じで、この辺も大丈夫かな、毎回取れたんだよね、大丈夫そうだね。
降りるときは引っかかってない。